はい、深海魚ハンターの西野山です。ちょっと今日はゲストに1名スペシャルな方を呼んでますのでご紹介いたします。うーたいりょー、魚芸人ハトリエス。いや、スペシャル言うても見飽きてるでしょ、みんな。いや、でも深海のボート手巻きっていう条件では初めてなんです。初っすね。もうなんかその撮影投稿じゃないし、人生初っす。手巻きでやろうやろうとゆうまくんに言われ続けて、僕はのらりくらり逃げ続けたんですけども、うん、今日ついに捕まってしまいました。話しませんよ。話しませんよ。はい、強制イベントですよ、本当に。ね、本当全然、本当、全然憂鬱じゃねえし、うん、大丈夫大丈夫。僕のちょっと、はい、リール、お借りしてます。はい。ぜひちょっと釣ってもらって。はい、ちょっとね、頑張って。今日は何を一番釣れたらいいなとかってあります？結構ね、深海をそんなにやってないから、みんなが当たり前に釣ってる、刀人とかギスとか、はい、あの系とまだ釣ってないんで、ちょっとあれを自分で釣ってさばいてみたいなっていうのがあるので、まあ、まずは、ちょっともう投入しちゃってますけど、下張りはちょっとちっちゃめ。はい。ちょっと大きめの、丸聖子みたいな感じに、ちっちゃめにサンマつけて。上張りは、石台張りみたいなやつに、大きめのサバつけて、サメが来てもいいよ、みたいな感覚で、ちょっと、日本針で売ってます。ちょっと、前回、丸重さんでた時に、新魚種で、まあ、藍ザメ系を釣ったじゃないですか。まだ確定しないんだっけ、はい。藍ザメ族の一種。ちょっとまた、新しい種類釣れるといいです。そうですね。せっかく手巻きなんで、記録を。はい。はい。頑張ります。期待してます。手巻きかー。投入まではなんか普通だけど、この後だよなー。そしてちょっと今操船してくださってるのはおなじみの、あ、お待たせしました、バリンライセンスの宮田千です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の船は大変だよ。もうちょっといつもと違いますよね。いや、予約が取れなくて、いつもファースト23ってフィッシングボートだったんですよ。今日よりによってファミリーセダンボートになっちゃったんですよ。ファミリーセダンで深海魚を釣るっていうのは、まあ車で言うとクラウンでオフロード走るみたいなもんなんで。優雅な深海魚みたいになっちゃってません。すげえ忙しい操縦になりそうです。まあ、頑張ります。せいのさんの目標は？あ、みんなに釣らせることです。今日は操縦アシストをして。せいの船長。お願いします。お、いい響きだね。頑張っちゃうよ。お願いします。お願いします。それではやっていきます。ショー。はい、りょう。この竿はでも、なんだろう、リールの巻き手よりもやっぱ支える手の方がきついですね、これ。あー、やっぱり僕もそうなんですよ。リール暴れっては結構ロス感がすごい。どうしちゃったんですか？なんか途中引いた感じがしましたね。竿先ちょっとアップで取っちゃおうかな。重いよね、なんか、はい、いつもより巻くスピードが全然、その、なんて言うんでしょう、渋いというか。はい、彼もうちょっといつも早いんですけど、ちょっと遅いですね。かかってるかも。はい、残りどんぐらいですか？結構でも350。お、またこの色を覚えてるあたりがすごいですよね。そう、全然わかんない。一応ここに書いてあるんですけど、ちゃんと見たけ。でもね、それだって100m を何回やったかも覚えてないけど、ね、そうですね。彼はもうなんかちょっとその辺も結局はレベルはいいんだ、ないんで、はい、指でこうやんなきゃいけないんで、リールを結局見てる。なるほど、はい、俺なんかそのうつむいてやってるだけだから全然サメかな。あ、なんか引くね、はい、めっちゃ竿先が入るという。釣ってる可能性は、いやー、でもライムが大丈夫そう。わかんない。流体力の高いサメとかだと上がってきたから回転して巻き込む。引きますよね、やっぱり。いや、見てても引く。深海でなんか見て引くって珍しくないですか、結構。しかも線とか、線近くでそこまで引くってなかなか。お、カグラちゃん、カグラだったら竿乗されてる。あ、でもラインがもうだいぶ増えてきたから、もうぼちぼち。いや、200です。あ、全然。失礼いたしまして。ここまでもだいぶラインは。お、増えてきましたね。増えてましたね。どんぐらいかわかんないんだけど。最初覚えてないっていう。メバルがもう目開いちゃってます、ね。多分僕にこうしてメバルも好かれてると思います。一心同体なんで。もうずっとついてますね。結構年季入ってますね、メバル。これが何代目かな、こいつは5代目で。あ、5代目なんですか。舞台をつけたのは6代目なんですけど。いろいろ、メバルもいろいろいるんですね。うん、ほかけみたいなもんで。何代目。相棒なんですね、もうね。
ね、それ自分で作るんですもんね。自分でやってます。これはちっちゃいやつだから靴の中敷きを切り抜いて作ってます。あ、美味しそうですね。どうでした初の手巻きは。俺なんか悪いことした。しんどいわ。いきますね。おイエスピーシュ。じゃあランディング服部さんにその、はい、バケモンピッチクリップパカッと。グリップなんすねこれ。それグリップですね。サメもちゃんと上がるやつです。パワーがあって。難しい。これでも難しそうなの。まあ別物みたいなもん。なんだなんだ。お、もうちょっと？イカに来たね。あのかき氷色のメロンが。あれ味ついてる。深海は緑が人気ですね。あ、そうなんですか。でも緑がやたら釣れるイメージが。西野さんと言って。あ、泳ぎてえな。全身で出したよ一回。はい。とりあえずケツ振りまーす。ちょっと離れた？はい。更新でまーす。そうなんです。お、サメだな。あれ？黒いぞ。黒い。はい、あ、ごめんなさい。下顎で。こっちから。はい。よいしょー。おめでとうございます。ありがとうございます。おお、それは何ザメだい？メザメですね。一回サメを。はい。これを。外して。外して。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。わあ。あ、目閉じてる。目閉じてる。夢覚め。やっぱし、あの線近いと夢なんですよ。夢。ああ、なるほどね。なめと。綺麗な目。染めたイカと変わんないじゃん。目の色が。やりました。一投目で夢覚め。はい。おめでとうございます。ます夢覚め一投目。さすがっすね。これは記録になるぐらいではなさそうですね。なさそうっすか。はい。でもでかい、さすが。大量あ、言ってくれた、ありがとうございます。はい。今、服部さん巻き上げて30分です。結構かかりましたね。おっ、あー、水分来ました。どうだー。あ、セラさん触れないように。あれいない？嘘。あ、食われてる。あ、食われてますね。ヌルがついてる。ついたいね。ベニアコも鍋にしたいね。それはもうなんか当たり前にみんな食べたいやつですね。変わり種じゃなくなっちゃったぞ。なんかさ、食べるものがさ、ほら、俺銀ザメとかさ、銀ザメどうした味？銀ザメはなんかなん美味しかったよね。美味しかったです。フライでもあの鼻先はまずかったね。あのブニョブニョしたとこ。なんかどうしたらでもやっぱロレンチーニ集まってるとこってあんま美味しくないのかなって気がしてて。ロレンチーニとは何でしょうか。あれロレンチーニあるとこはそこだよね。はい、そうだよね。あのサメがよく砂のところに隠れて砂の中に隠れてたりとかするあの獲物を電気感じと微弱の電気感じとって探して食べる。わかりやすいとやっぱハンマーのこことかはやっぱそこ多いって言いますよね。ああ、電気を受容する器官みたいな感じですね。点々いっぱいあるじゃないですか。はいはい。今サメの鼻先を見るとちっちゃい穴がいっぱい開いてるんですよ。そこを見ながらっていう感じの。それ底取りをしてるんですか、住職は。はい、あ、ごめんなさい。石なんで。あ、そこが取りづらいと。いや、あの、あ、コマセを煽ってるんですね。はい、なるほど。この距離でコマセ煽ってる人いないんだろうな。
そうですね、アジ釣り船と違って今西野くん振ってからさ、コマセカゴが動くまで何秒かかんだろうね。900m 伝達するわけでしょ、パワーが。確かに、すげえ時差だよな、うん、深海釣りって当たりガンって出てもさ、俺らがガンって合わせたら相当遅れて効いてんじゃないの、合わせって。そうですね、なんか未知の世界よな。確かに、そうそう、合わせにタイムラグあるわけだもんね。魚もグンってやってしばらくしてからガンみたいなちょっと不思議な感じですよね。服部さん一回落としてもいいですか。はい、何回かそこ落として。すげえな、結構糸出たっすね。ちょうどこれ合わないとベタ底に結果なるのかな。ブランってなんで、バカの線も結構高い。確かに絶壁のところになんかドンにボンふわみたいな最悪じゃないですか。サバしか食わない。西野船長の操縦で、船長ちょっと更新入れてもらっていいですか。ラインが右にハンドル切って船がこう流れてるから。ハットエソの理由ほぼ意図ないじゃないですか、はい、すごいな、ありがとうございます。時々刺さった方がいいですか。はい、あ、そうなの。はい、セイロさんはもうベタだと。もう諦めだとハットエソは誘って、3メーター巻き上げて落とすイメージで。しんどいな、すごい。どうすか、初手巻きは。え、どうもこもないでしょ、そんなもん。もう一回言いますよ、どうもこもないでしょ、そんなもん。重いに決まってんでしょ、そのもん。分かりきったも引くんじゃないよ、本当にもう。いいですか、もうはっきり言う、こんなもん強制イベントだ、こんなもん、本当にもう。まったくもう。残り900m ですね。もうね、結局ラインが打ってなかったから諦めたけど、一応昨日タックルベリー行ってきたんですよ。でこういうタックル欲しい、こういうリールありますから、時にどんだけ変な顔で見えるんですか本当に。僕はなんかこう自信持ってこうやりたいんですって言って、いやなんかこういう感じなんですけどっていうか、店員さんもはぁみたいな対応のしようがないみたいな宮前ならあるんですけどみたいな。普通そういうのって運動ですよねっていう間違いない。どうすんだよ。なんかみんなが やったことないやつ挑戦してる。そうするとピザなんだよな。ピザ正解です。ピザ正解です。夢覚めの干物とか言い出す人は今日はいないから大丈夫だけどさ。お風呂で吊るすことないですか。お風呂で吊るす人も名字にのがつくんだよ。西野と一緒。変なやつばっかだな。本当に普通の案が一個も出ないあたりがすごいよね。変なやつばっかだなって頭に魚つけたやつが言ってんだよね。欲しいでしょ、この空間。メバルが。メバルが。メバル泣いてるよ、もう。メバル5代目ですもんね。まあ、5代目だったんですよ。すごい。服部さんが頭に魚つけたのは何年前なんですか。2014年。14年。生まれてからね。そういう設定の今出してお願いします。テイク2でいきましょう。いや大丈夫です。リアルに、はい、芸歴今年11年目ですけど、はい、頭につけ出したの4年目だから、芸歴の半分弱は坊主頭のピン芸人ハットレッツ名前でやってて、はい、普通に一発ギャグとか一人コントやってて、はい、ゲロ滑りしてました。だからその YouTube その頃からやってるんですけど俺、はい、2012年から頭に魚つけないものを全部非公開ですから。もうなかったことになってなかったことですよ。知らない人です。でも人ってさ、それぞれ過去があるよね。西野くんもあんじゃないの。なんかやばいのかな、消したいのかな。だって、ゆうまくんのブログ見てると、はい、2歳の時から魚捨てる写真がある。3歳 2歳やんか。そう、2歳から魚もでかい持ってるんだから、はい、逆にブレなすぎて怖い。確かに、全然変わんないじゃん。2歳でも、2歳教育だもんね。ハットエイザせっかくここで続けてきたから、やっぱ釣り以外の道は行きたくないな。
なるほどね。中途半端で変なの見ると問題ない。間違いない。なんでブレッブレだからブレッブレだ。ちっちゃい頃漫画家になりたくて、はい、で小学生中学の中盤が生き物好きになったら生き物博士になりたくて、はい、中高ではバンポーブチキンにハマって歌手になりたくてそのあたりがだいぶブレで、高校入って教員免許と接になると思って、はい、大学入ってから芸人になろうってなって、で結果今歌って絵を描いて、はい、生き物を教えるっていうブレてんだけど全部薄くさらって今になってるみたいな間違いではない、いいんだけど正解でも多分ないと思うっていうずれて何になるか分かんないですよね。分かんないですよ、本当に。だから、ユーモクすごいなと思う。まあ、人生長いからね。そうですね。もう服部さん、最初魚つけてなかったんですね。そう。なかった、歴史が。あるんですよ。ほぼやることなくなったけど、はっと気づけば、服部ですっていうのが一応、挨拶ギャグだったんですよ。ちょっと、こういう感じになりたい。なるほど。そういうのも考えんでんな。セガさん何考えたんですか。なんでだよ。オープニングの俺ちゃんとほら YouTube アイドルのお子様プレートのお待たせしました丸パクリしてそのままずっと使って自分のものにしようっていう計画じゃん一応僕は今ウータイ量があるから、とりあえずキャッチフレーズ、でもセイロって名前はせーの、せーのにかけれるから、なんか作れそうっすよね。そうなんですね。まあ、せーのけど宿命みたいなもんだからね、せーの。うちのじいちゃんも海軍でいじられてたって言われるから、ね。あ、そう、聖書じゃね、これは。そう、聖書って書いてある。もしもし。え、ゆまさん、今、ゆめいがに何釣ったの、今のところ。あったね、まだ何も釣ってないよ。え、まだ何も釣ってない。あ、聖女さん、まだ何も釣ってないよ。夢だけ。ああ、 OK、 了解。だから一応確認したかったの、今のところの。ああ、今の状況を。ああ、夢覚めだけ今は。ああ、了解。ああ、 OK 何やってんねんケツに穴開けるぞ、お前。ケツに穴開けて、ケツに穴開けるぞ。こいつ。こいつ。またフィッシュクリップでケツに穴開けたのか。割と本気で喧嘩してる。ちょっとこいつ。だってケツに穴開けられて喜んでたじゃん。まあ今からの、あ、まあオッケー、今夢だけで了解。あ、かかってる？重たさはちょっと変わりそう。お、期待大。服部さんはフォームが変わりましたね。つらいから西野くんつらいって。線なんで、慣れないと無理。そうですね。僕も初めて線の時かなり辛かった。俺も線言われた時最初ふざけんなと思った。ここは相模湾の真ん中。もう陸地がなーい。マジで。携帯の電波も入んなーい。やってんのは深海釣りっていうね。どう？重い？なんか重い気がします、ね。イエスフィッシュ。フィッシュがいるんじゃないですかね。さっき服部さんとイエスフィッシュってノーフィッシュだったから、ね、ダブルノーフィッシュ。ダブルノーフィッシュです。ダブルフィッシング詐欺。ダブルフィッシング詐欺前回うまいうまいこと言ってるうまいこと言ってる。セイノさんあれですもんね、12月の時もフィッシング詐欺しました。あ、フィッシング詐欺しちゃね、俺ね。いや俺ね、ガチめフィッシング詐欺でガイド船でガチ切れされてるからね、もう二度とやんないって思ってて。東京湾でサワラの船に乗った時に、なんかね、サワラがかかったと思って、おーとか言っちゃうじゃん、声が。
3回くらい言った瞬間に船長が切れて、やめろみたいな黙って釣れよみたいな怒られちゃったんだよ。ソウ君の立ち位置じゃないですか。いや本当だよね。だからね、ソウ見てると俺も心が痛いわ。いやなんか巻くの早いね。いや、このぐらいのペース。身長が、はい、やっぱ時間差でマットレさんはなんか独特なポジションに落ち着きました。ああもうなんかこっちの手が死んだ気がする。しびれてきた。左手は添えるだけ状態になってる。気持ちいい。左手がなんか疲れて見えるもうだって足で挟んで。あ、このスタイリーはあの最初の頃よくやるやつです。ああ船べりにかけてはないけど実質あんま変わんないんじゃないかっていうこの状況。JJFA に対して謎の。どう西野くん、まだわかんない。でしょ。はい。もうちょっと上がってくる。どっちが先か上手。レースかレース。うわ。あの穂先に寄り戻しカチャンってなる感じを待ち望んでます。待ち望みます。なった時ちょっとホッとしますよね。ホッとするあれは。終わったみたいな。あー来た。あ、上がった。あ、さあさあさあ、何がいるでしょうか。はい、よいしょ。あ、ノーフィッシュ。ノーフィッシュ。はい。重い。重い。船が流れてっかじゃね。ちょっと待ってね。ペラやんないように気をつけよう。ペラ大丈夫？はい。重い？あ！お、浮いた！なにこれ？イバラ？イバラヒゲだ。これはでかい。でかいな。記録？記録ですね。マジで？何記録ってやつ？世界記録候補です。マジかよ。あのこの前とあの食われたじゃないですか。うん、あれをあれとまあ同じぐらいでちゃんと全部ついてる。ウェイトが 1.5 あれば、茨城で 1.5 あれば、なんか世界記録ってこんな簡単にねえんすね。まあでも手間、いや手巻きでやんなきゃいけない時点で簡単ではないからすごいね。ボートで茨城出ました。出たね。ベニヤ子も夢じゃないよ。茨城がいるところにはベニヤ子いる感じ。やったーい。イエーイえー、これを絞り出したすごいよ。オッケー、携帯なんかすごいですね。もう深海にもう今日釣れないと晩飯ないんで、はい、深海サビキッチ沈めちゃおうか。おー斬新。28本。いや仕掛け同士をつなぎ合わせてこう。生え縄じゃん。もう量じゃん。でも可能性ありますよね。すごい変わったの来るかもしれないっていう。ラインが味用で3号なんで重りが耐えれるかってことっすね。重りが200なんでうまいこと落とさないと仕掛けが全部切れちゃうねえ。そこあるんですか。でも何かミラクル起こる気がする。これは可能性が、はい、なんか出ればいいっていう。うん、西野君世界記録候補釣ったしね。釣りましたね、さっき。負けてらんないよこれは。3度目の正直です。1回目は2分の1なくて日本記録止まり。2回目はサメかなんかに食われて失格を負って。なるほど。でやっと今回まさかのボートで。あれはもうほぼ間違いない。ほぼ間違いないです。ああなるほど。動画撮ってるしね。はい、もう 100% お祭りしてなかった。よかった。俺がもうちょっと遅くて待つったら危なかった。
あ、それは怖い。もうあれ思いついてなかった。世界記録だったんですよ。あ、ずっと言われるそれ。さあ着底しました深海サビキ。この後どうなるのでしょうか。最後のラスト、あの変わり者の仕掛けに何が来るんでしょうか。何が来るんでしょうか。どうですか手応えとしては。お、もう上がりましたね。あ、ごめんください、あと50メートル。はい、まだまだった。無事でも仕掛けは切れずに帰ってきてますもんね。帰ってきてますね。ちゃんと重いから重いまんま来てますよ。はい、超貴重映像になるかもしれない。ねえ、うわこの坊さんとやべえ。いや、ある意味でも欲を出しすぎの仕掛けですからね、これはね。欲の塊のような。ねえ、はい、さあ来ました。ついてるかな。さあどうだ。どうだ、これ怖え。まず上はないっすね。取り込みも怖いっすね。取り込みも怖いっすね、これ。そしてなんかあれ、綺麗に帰ってきてるぞ。気のせいかな、綺麗に帰ってきてるな、これ。あれ、でも見事にライントラブルはしてないっすもんね。ライントラブルしてさすがはタックル海のサビキですね。立派、タックルすごい。サバ、イカ、あ、絡まった。いや、これサバ、サバ、え、ノーフィッシュなんやけど。おいノーフィッシュなんだけど。おい、食われた形跡とかどうですか。ない、いや、ない。全部の餌が綺麗に返ってきた。全部、全部、全部返ってきた。感想お願いします。仕掛けは市販が一番。勉強になりましたね。はい、帰ります。はい。